いやあ、久保さん。久保さんパンチありますね。<laughs> なかなかパンチあるタイトルじゃないですか。まあ僕は知ってたんで、あ、あの子ね、みたいな。<laughs> でもちょっと忘れてた部分あるんで <laughs>。あ、出たかと。あの子ね、みたいな。例の子ね、みたいな。うん、まあ今回ね、久保さんの最後のうちで、なんか僕悪いことをしましたかねっていう、まあここでね、 これをね、やっぱね、南の帝王の、この、万田銀次郎は悪人なのかと。万田銀次郎は悪人なのかっていうね、このお話をしたいんですけど、ここ結構、小熊長者合宿でもちょっと取り上げられ、取り上げてるんですけど、あのー、これはね、結局、万田銀次郎って、契約通りに、ただ取り立てをしてる。まあ、請求をしてるだけなんですよ。だけど、その受け取り手が変わるっていうね、最初は、ン田さん、ン田さんありがとうございます。 マンダさん、ありがとうございます。どこも借りれなくて、マンダさんのとこだけです。ありがとうございます。って、金借りるわけですよ。で、今度、あの、えっ、ー、と、請求が、取り立てが始まると、鬼や、あんたみたいな。鬼や、あんたみたいな。<laughs> 肝臓でもなんだ、うったるでみたいな。鬼やみたいな。これは、あの、マンダ銀次郎は悪いことをしてるんでしょうか。まあ、ちょ、言葉が、 きついだけであって、多分言葉がきついだけなんですよ、多分。言葉がちょっと、あ、ちょっときついっていうね。言葉の単語、単語がちょっときついっていう。ただそれだけで、単純にその、払う、支払い期日に払わないから、取り立てしてるだけじゃないですか。多分、まあこれ映画見てる人とか、南の庭を見てる人だったらわかると思うんですけど、基本的に取り立てしてる時って何かっていうと、払ってないですよ。だから、事務所に、事務所に、 あの、こう、マンダさんありがとうございますっていうね。あの、お金をちゃんと期日までふ、あのね、あの、持ってきてる人に対して何も言ってないですよ。何も言ってないです。で、なお、さらに言うと、こう、毎回理事にちゃんと期日まで持ってくる人からの要望ですよね。マ,マンダさんと、金ちゃんみたいな。ちょっとお金また必要になって、ちょっと100ぐらいいいかな、みたいな。おい。 客や、みたいなね。<laughs> えめっちゃいいことしてるやんみたいな。で、ちゃんとルール通りに守って、期日通りに返済してる人に対して、ね、もうちょっと貸してくれへんかっていう、まあ、その案件にもよってね、即答する場合もあるし、その案件によっては、ちょっと、それはでき,、ま、できないなっていう場合もあるんですけど、まあ、その案件が軽いやつだったら、おい、10や、みたいなね。万田さん、ありがとうございます、みたいな。で、また借りるみたいな。え、っていうか、そこ、なんもないですからね。 何も取取りり立立ててしなないいででですすする必要はすでないですよねだからこれすごい面白いなと思うんですよね。だから南の帝王って本当にあのー、僕は南の帝王でお金の何だろうないろんな側面をね勉強できたなっていうあれはね南の帝王は本当ねお金の勉強の最強のその学習工学塾で学べない最強のその 教材なんだ。僕はもう教材として見てましたからね。まあ、竹内力が好きっていうのもありますし、あの、南の、竹内力のあの役、役っていうのをね、万田銀次郎っていう役がもうガッチリやっって、あれがめっちゃ好きなんですけど、あれはね、お金に関しての学びがね、めちゃくちゃありますね。で、昔になれば、昔のやつになればなるほどテロップ出てくるんですよ。この法律に関してのなんかテロップが。なんとか何条みたいなね。 そう、昔のやつは結構出てきてる。これ結構ね、学びなんですよね、ね。うん。で、あとは何を学べるかっていうと、こうやったら失敗するっていう、もう、失敗パターンをね、お金に関する失敗パターンをね、めちゃくちゃ学べます。あ、こうやって人は落ちていくんだ。こうやって人は失敗していくんだっていう、人間ドラマ、そして感情。 どうや、どういう感情で、こう、うまくいかないのかっていうのが、失敗パターンの方向なんですよ。あ、じゃあ、こうやらなければ大丈夫だなっていうのを学べるんですよ。だから、だから、つまり、あそこで映画で描かれてる内容っていうのは、も、ま、う、あ、人生の教訓なんですよね。そう、人生の教訓を学ばせていただける。だから、自分がその経験をしなかったとしても、まあ、経験していただいてるというか、ね、まあ、映画で描かれてるわけなんですけど、あれはね、めちゃくちゃいいっすね。 そうやっぱ、南の帝王はね、やっぱ僕、やっぱ、あのー、今まで生きてきた中で、これざっていう映画って、まあそんなにないじゃないですか。久保さんもなんか、じゃあ300本、400本、1000本なんか、これがいいっていうのはあれないですよね。多分数えて、めっちゃこれだみたいな思えるのって、何本ぐらいしかないと思うんですよ。その何本の中のシリーズに南の帝王は僕はもうめっちゃ入ってますね。これは譲れない。南の帝王は、お金に関してね、 人生の生のき方だったりとかあただのただの金貸しなんですよ。だからこれが面白いのがただ,をただ金を貸しているというただそれだけなんだけどそこのからいろんな物語があっていろんな派生があっていろんな学びがあるっていうだからこれも結局受け取り方なんですよね。南の帝王をどのように受け取って見てるのかによってその学びの量が違うっていう。だから人生の 生き抜くための勉強の教材として南の帝王を見てる人ってあんまりいないと思うんですよ。僕それで見てるんで。最初のフックはね、面白いだったんですけど、そ,その面白いではなく、もっと深いところが逆に好きになったというか、うん、学びが多いっていうところですね。だから面白いっていうか、学びが多いですね、あれは。うん。だからその学べる映画ってあんまないですよね。学べて、なおかつかっこよくて、 人情があって、なんか、なんやろうな、大逆転がありのとかね、大失敗がありのとかな、あれはね、あんまないんじゃないかなっていう、だから伝説ですよね、あれは。うん。あれはもう、世に残る名映画なんじゃないかなと思います、あのシリーズ、南の帝王は。うん。はい、ということで、終わりたいと思います。いってらっしゃい。